古本慎一郎は、日本の政治家、前衆議院議員、財務大臣政務官、衆議院科学技術、イノベーション推進特別委員長、民主党組織委員長などを歴任。香川県高松市生まれ、和歌山県和歌山市、大阪府高石市にて育つ。高石市立科も小学校、高石市立とろ市中学校、上宮高等学校、 立命館大学法学部卒業。1987年、トヨタ自動車に入社する。同社では、労働組合活動にも取り組み、全トヨタ労働組合連合会やトヨタ自動車、労働組合で、先住の職員を務める。2003年2月、トヨタグループローシが中心となって運営する、シンクタンク、中部産業、労働政策研究会に、 主任研究員として出向。同年3月24日に、トヨタ自動車出身の伊藤衛生衆議院議員が引退を表明すると、4月10日、全トヨタローレンは後継候補として古本を擁立すると発表した。同年11月、第43回衆議院議員総選挙に民主党公認で愛知11区から立候補。同区からは古本以外に、 日本共産党公認候補しか出馬しなかったため、旧民社党系の全日本自動車産業、労働組合総連合会や豊太郎その、総力的な支援を受ける古本が89.6%の得票率で、新人候補ながら圧勝した。2005年の第44回衆議院議員総選挙では、小泉旋風の中、自民党新人の土井巻を、 約2万7000差で下して再選。2009年の第45回衆議院議員総選挙では、土井に比例復活を許さない前回以上の票差をつけて参戦。同年、鳩山幸男内閣で財務大臣政務官に任命され、菅直人内閣まで務める。2011年9月、民主党組織委員長、税制調査会事務局長。 東日本大震災対策本部副本部長に就任。同年10月には民主党社会保障と税の一体改革調査会筆頭副会長に就任し、衆議院に設置された社会保障と税の一体改革に関する特別委員会では理事を務める。2012年12月の第46回衆議院議員総選挙では民主党に対する逆風の中、 自民党新人の八木哲也を35,560票差で破り4選。選挙後、民主党副幹事長に就任。2013年9月、民主党組織委員長に再び就任した。2014年の第47回衆議院議員総選挙では、選挙戦序盤では一部メディアで苦戦が報じられ、 自民党前職のヤギ哲也に前会よりも、票差を縮められるも、29,331票差で、ヤギを破り、愛知11区で5千。二千2017年の、第48回衆議院議員総選挙では希望の、投稿人で立候補し6選、6千。二千2018年5月7日、民進党と希望の党の合流により決闘された、国民民主党に参加。五月八日、 国民民主党の税制調査会長に就任した。同年5月10日、衆院科学技術、イノベーション推進特別委員会委員長に選出された。2020年9月1日、産業別労働組合の支援を受ける国民民主党の古本新一郎、浜口誠、磯崎哲次河井隆則、田村浅美、八田湧子、浅野明小林正夫、 浜野岸ら組織内国会議員9人は立憲民主党と国民民主党が合流する新党に参加しないと決めた。その後、古本は自動車総連の大会に出席し、一呼吸を置いて、いずれの党に属するのがより政策を実現できるかを見極めたい。暫時、無所属の道を選びたいと語った。2021年10月14日。 同月31日執行予定の第49回衆議院議員総選挙に立候補しない意向を示した。古本は、組織内候補が出なければ可能性は明けると述べ、自民党との連携を模索する前途与太郎連の方針に従う形での不出馬となり、連合愛知などの関係者に衝撃が広がった。ありがとうございます。